は、マレーシアのビザについてお話ししたいと思います。こちらもよくある質問です。マレーシアのビザは今のところ、もし長期で滞在するとなったら学生ビザ、ガーディアンビザというのがもしインターナショナルスクールに通う場合は一番ハードルが低いと思います。それ以外は家族で滞在するとなったら MM2H もしくはラブアン法人もしくは自分で会社を設立して法人ビザ、そしてどこかの企業に就職して就労ビザという形になります。いずれにしてもいろいろと条件がありますので、それはまあ Google とかでググってもらえれば大体わかると思いますが、ざっくり言うと、インターナショナルスクールに通う場合は学生は必ず学生ビザが出ます。で、ガーディアンビザは子供を何人通わせたとしても1人までしか、つまり片親しか出ませんので、そこは注意が必要です。なので家族で移住するとなった場合は家族全員に出なきゃいけないので、 MM2H という10年更新の長期滞在ビザを取るか、もしくは、ラブアン法人を立ててそこでビザを取る、もしくは就労ビザという形になります。で、インターナショナルスクールじゃなく、例えば日本人学校とかローカルの、学校に通わせる、例えば中華学校とかですね、とか、まあ、本当ドローカルな学校に通わせるとなると、ビザは出ませんので、自分で MM2H 等を取って、行かなきゃいけないという形になります。で、学生ビザ1人につき、ディペンデントビザっていって、いわゆる未就園児、まだ学校に通わない年齢ですね、3歳未満が大体多いんですけども、その場合もディペンデントビザというのが出ますので、例えばお子さんが5歳と3歳とか5歳と2歳とかいった場合は全員 お母様とお子さん5歳と例えば2歳とかはみんな一つの学校に学生ビザを取って、それでディペンデントビザがお母さんとお子さん、下のお子さんに出ますので、その辺は大丈夫かと思います。で、今のところマレーシアはジョホールバルですけども、特に預貯金がいくら以上預けてなきゃいけないとかそういうふうな縛りはないので、他の国に比べても非常にハードルは低いと思います。今のところ聞いてるのはお父さん、もしくはその世帯主の日本でいいんですけども、日本で就労してるよっていう証明書とか、あとはもろもろの証明書などを提出すれば、学校がフィーは払わなきゃいけないかもしれませんが、学校が代行して学生ビザ、ガーディアンビザを発行してくれますので、それが一番費用もかからず一番ハードルが低いと思います。で、大体書類を提出してから 2ヶ月、長くて 3、4 ヶ月でビザは出ます。1年目は大体1年更新です。で、あとはリニューアルも全部自己責任になるので、必ず有効期限はチェックしておいた方がいいと思います。 MM2H 等の他のビザはもう業者にお願いしてやってもらうのが一番いいと思います。で、もし MM2H とか検討されている方は比較的早くてでリーズナブルでやってくれるエージェントを知り合いにいますので紹介しますので、必要であれば連絡ください。だいたい最近は MM2H は申請してから半年から8ヶ月前後、長い場合1年近くかかりますんで、ちゃんと取得するまでその辺も考えて逆算して取られる方がいいと思います。で、あと日本人の場合は日本のパスポートがあればソーシャルビジットビザっていって、いわゆる観光ビザで90日まで、3ヶ月ですねまでビザなしで入れますんで、もし学生ビザ、ガーディアンビザを取る場合は入学前に渡航して、でそこから申請、学校通い出してからじゃないとちょっと申請、ビザの申請はできませんので、その辺もちょっと計算して考えられて渡航するといいと思います。一応日本人であれば180日まではソーシャルビジットビザでマレーシアをステイできますので、まあ最悪半年はマレーシアにビザなしで行けるよっていうのも頭に入れておいて
いただいてもいいかなと思います。ただいずれにしても就労ビザ以外では外国人はマレーシアでは働くことができませんので、その辺も念頭に入れておいた方がいいと思います。もし就労ビザを取るとなったら、どっかに就職する、もしくは自分で会社を立てて自分にビザを出すって形になりますが、それも結構なハードルが高いので、まあ、もしその辺も相談したいことがあれば個別相談もやってますのでご利用していただければと思います。本日はビザについてお話ししました。以上になります。